はい、お疲れ様です。マフィーです。2月2日シーズンマッチやっていきましょう。まあ、この補正なんですけど、なんと5連敗ダイヤモンド B までね叩き落とされました。最悪っすね。なんですけど使っていくのはこれです。まあ、このデッキを使ってねボコボコにされてるんであんま使うことはないかなというか、まあ、使わない方がいいかなと思ったんですけど、やっぱりねコマアップデート入ってせっかくなんでね、ケツァルコアトルをシーズンマッチで日の目を浴びたいと、日の目を浴びさせてあげたいということで使っていきます。でケツァルコアトルなんですけど、進化と投下ありまして、もともと2年前に登場したゴマでね、なんか新スキル変身としてね出てきて華々しいデビューを飾った後、あれこれ全然強くなくないってなって、普通にもう超ゴマから最速で落ちて、で今やダメチャレのダメチャレ勢のおもちゃ、おもちゃっていうわけでもないな、ダメチャレ勢御用達のダメチャレティア1のゴマっていうねところで、また別の方向性で頑張っているっていう、そんな珍しいキャラゴマですね。うん、まあ、ちょっと別の方向性でね成功してるから、俺は全く3敗とは思ってない。正直普通に強いというか、ダメチャレでは使えるから全然全くもって使えないコマではないと思ってるんですけど、なんとそのねダメチャレで強い進化の方がコマアップデート入ったってことでね、これはもうシーズンマッチでも使える性能になったっつうことでいいんですねってことで使っていきます。 HP が50上がって、このスキルのバフっていうのが 1.2 から 1.25 倍になりました。でコンボスキルのコマ総数8枚条件というところなんですけど、これもともと10枚だったのが8枚になったので緩和されてますと、って感じで HP スキルコンボ全部強くはなってるんですよ。なんですけど、ただこいつを使うんだったら他のコマでもいいのかなというところはある。あのねミューズとかと違ってやっぱこう継続的にバフをかけるっていうのはね一緒なんですけど、一旦の間 1.4 倍しっかりかけるとかそういうわけでもないので、本当に序盤に引くか後半に引くんだったらコンボスキル狙わないといけないっていうコマなんですよね。で竜の S ゴマってなった場合にね、バハムートと組み合わせてもう一回竜を入れるんだったら、全然ね混合とかだったらヤマトノオロチとかその辺のコマでいいやんってなるし、なんならね今回マナグリ使うんですけど、オキアスバルっていうライバルもいるんでね、まあ、オキアに比べると HP とか高いから使い道としてはね似たようなところではあるけど、細かいところで強さは変わるんでね、ケツァルコアトルの強み見せていきましょうか。ってことで今回はこのリリープリーダーでケツクサ太郎デッキですね。はい、バハムートとランタイと、ケツ入れてシム切り、それがマゴマってことでやっていきましょう。マナアタック上がってるんでね頑張っていきます。ただこれランタイ下が5枚ぐらいしかないんで、その辺は気をつけましょうね。てか本当あのさっきからボコボコにやられてはいるんだけど、これだけは言いたいんですよ。あのねケツのせいで負けた試合はあんまない。あのケツ引かないんだよな、そもそも引かずに負けることが多い。てかあの金馬とかトゥールラとかぶちかまされて負けてばっかりなんでね今、結局その辺が最強なんで、なんかデッキとして普通に負けてるよね。ケツの負けじゃなくてデッキの負け。おーしゃ、ヒュプ引いた、これ熱。あ、ヒュプ引いたじゃない、ケツ引いた。どうしよっかな。これ初手はないっていいですか。初手は打つわ。ヒュプでどうせリリティ回収されるし、初手のベルグレード警戒のね罠だけ打ってあげて、夏ブラ風車打ってケツ変置きですね。夏ブラ召喚入れたいところはある。ケツのコンボ強くなるから。オッケー、よし、リリティ張ったことで序盤から火力は返すけど、こっちの HP の削り方えぐい。はい、OK、ナイス、アラゴマ。まあ、フーブラでいいでしょう。フーブラ打ってケツ打つよ。で、エニヒプノスの場合、あの火力が結構下がるんですよね、相手目線で。こっちに対して与えるダメージが。で、この時は捕食なんでね。捕食でちまちまイモりますよ。さあ、ケツアルコアトル。ついに日の目浴びる時が来た。ヒプノスに対して。この環境を牛耳ってるヒプノスに対して。お前が下克上するとき来た。ランタイ、ランタイムフィットネス、エニタイムランドタイラント、行ってこい。よし、いいぞヒプノス。 HP が減るほどバフが上がる、つまりこの捕食量も上がる。ヨダメと回復両方上げていきましょう。さあ、いいぞケツァルコアトル、このランタイケツァルコアトルいいね。でもあれちょっと待って、気づいたけど祭りでよく、あ、いや祭りは混合状況だから勘違いせんな、マッピーがちょ。さあ、ここユーハとか引いたら普通に殴っちゃってもいいけど、はい、ハエ、いやこれハエもいってもいいな、どうしようかな。いやハエありだな。ハエ打ってコンボビビらせてハエ取らせてマナゴマバリでいいな。でこれ捕食料どう。オッケー、あ、いいね、めっちゃいい、めっちゃいい、いいぞケツ。そこでケツ、あのフラッシュケツコットしといてくれ。バフ焚きつけろ、イカれるバフを焚きつけろ、頼むぞ。でこのリリープリーダー今回使ってるんですけど、まあ、リリープがね俺の友達に似てるって話で前にしたと思うんですよ。で、あ、これでしょ。うお、バハムート最強。ちょっとこれどうしよう。これどっち見て D5 あるから B1 から打つのありだよな。B1 打っとこう。バハムート打たない。俺引き強いな。 S 全部引いたわ。ついに来て、ついにここに来て引き強かましていくと。
リーオン打ってからバハムートで終わらしたいな。相手 D5 くるんで右下 X もワンチャンあんのかな。ただまだ張ってる状態で大きな火力は出しにくいとは思うけど、右下 X 普通に嫌だな。そうハテナに似てるって話したと思うんですけど、そのハテナとこのケツアルコアという過去ケツ草太郎、こいつのコラボレーションを見せるときに言った。さあこれ避けたら勝ちです。避けたら勝ちです。神多分これ勝ち。あ、いや F3 あんのか。あ、F3 があるのか。 B4 打つと F3 あんのか。だったら俺が F3 打って D2 打ってきたら死ぬ。俺が F3 打つべきだなこれ多分。 D2 打ったら、あ、そうだね、うん、D2 打ったら B4 打ってるから危ない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 。あ、待って右 FX あるわ。やべ、やらかした。右 FX 見てなかった。でもシムキリ張ってるから2手耐えれるか。やべ、右 FX あるやんか。あ、これどこが良かったんだろう。まあでもこれロックでシムキリ出た時点で相手にとってずっときついはず。そう、それでね、ケツクサ太郎っていうね、完結メダルっていう共通の友達がいてね、だからこれはもう実質大親友なんですよ、そのハテナとケツクサ太郎が。なんで、ある意味、これあれです、友情出演です。友情コンボです、こいつら。さあ、で、これはね、次耐えれるでしょ、バハムってきても耐えれるから、ここコンボ強いコマ引いて D に打って終わらしたい。はい。あー、別に強くはない。どうしようこれ。いや、でもこれ、バハムとここでは絶対打たない方がいい。これコンボバフの駒引けないのか。B4、 いや D2 の方がいいか。うん、さすがに D2 か。いやでもこれでデバフ終わるから、もうこっからバハムートでオペレーションよ。いや、ここまでやってやっと勝てるって感じか。すごい大前立てしたな。もうロックないからもう負けないとは思うんですけど、宝飾もあるし、これ左下 X 打ってくんねえかな相手。シム、これケツ使いたいんだけど、コンボスキルケツ吹きたい。ケツ吹かせろ。左下 X これ全然ないか。うわ、ちょっと待って、だるいてちょっと待って、考えろ。お、つくんだ。はい、ミサトシでいいでしょこれ。バハムート打たなくていいよね多分。これは F5 ミサトでいいと思うけどね。左上耐えれるよね。うん、よいしょ。バコメット耐えれるかな。耐えれるよね。あ、待って、今日アタック上がってるんだっけ。6戦3。あ、やべ、バコメットやべ、やらかした。しまった、あぶねー。よかった。ちょ待って、フレームは効いてねえわ。あぶねえ。そうだよね、バフォメット。いや、そうね。やばかったな。あぶな。これちょっと、この火力、いきます。よいしょ。お待たせしました。いや、相当時間かかったな。あー、やっぱりケツ弱い。あー、相当時間かかったな。いや、でもこれどうなんだろう。ちょっと俺の進行が微妙だった説はある。なんかあんまいい進行できなかったな、今。どうなんだろうな。F3、F4 のシムキリ微妙だったんかな。よし、ダイヤモンド上げやがったぞ、でかいぞ。さ、頼むぞ、ケツアルコアトル、もう一回、早番してくれ。お前もう一生手駒にいてくれ。頼む、なじめ。ケツアルコアトル。気を使う必要なんてないんだよ。気を使う必要なんてない。どんどん前に出ていこう。コマアップデート入ったからってね、調子乗んなと、そんなやからなんていないから。むしろ歓迎されるべきなんだ。うん、そう、新人歓迎会のように。頼むぞ、ちょっと水飲もう一回。俺、そういえばこの話またこするんかって話なんですけど、俺今住んでるとこ壁薄いって話したと思うんですけど、さっき隣からバカでかクソでかくしゃみが2連発できました。だからちょっと声のトーン下げないといけないんだよな。けどケツの活躍を前にトーンを下げることができるのか。ね、狙わないっていうか、ね、このデッキね、俺ちょっとね、分かってることがあってさ、火力出る駒がない。少ない。バハ以外にない、ほとんど。ハエもあるけど。なんで、ちょっとそこが心配なんですけど、どうでしょうか。しようか。どうしよっかな。これ、冬ブラ、もう一回打つのありのな。永遠に狩ってきた場合、これ、捕食で結構イモルたんで、さっきのタイム。いや、これフーブラ行くわ、あえて。あえてフーブラ行きます。これ取られたら美味しいんで。
フーブラ打って次ケツ引いた時にシールドケツ打てるようにしよう。あとリリテとかも入ってるんでね。ここはユウハは打たない。勝負のフーブラ。フーブラよ。うわー、お前ブラ持ってんか、トップで。マジかー。だったらフーブラじゃなくてもよかった説はあるけど、いやしんどいなー。まあまあ、いやいや、この進行させたと思いましょう。でこれ D5 くるんでビニョン打って、ビニョン打ってんー、どういごこうかな。これ D5 くるでしょ。 OK、 エンデが切ったんでかい。ちょっと待てよ。これ B4 ハエ打っといてもいいな。あー、ハエ打つか。これハエ打ってビビらせでいいな。イーサン打ちにくいもんね。これで召喚減らして OK、 2.1 が強い。いいよ。ケツ引きたかったけど、まあ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 、これイーサン相手これでちょっとひよる。 F3 から入るか。その場合 F5 から打ってでいいな。 B4 にハエ強いね、これめっちゃ強い。で、トップで引きたいのはマゴマかな。ランタイとかでもまあいいけど、マゴマ引いてマゴマを蹴ればハエのコンボめっちゃ強くなるんだね。これワンチャン左下いくつか来るんだから、さすがにないか。罠ある。この罠知らんけど、バハムとここで切りたくはない。ちょっともったいない。マゴマ、はい。まあ A でしたろ、 A でしたろ。ちょっとこれ発動するかもしれないけど、罠ゴマ、はい、発動するね。痛えな。待って、これミスった。 D6 でよかった。 D6 でよかったわ。これ D に打たれるわ。ミスった。まあでも最悪あれできるけど、あー、ミスった。これ D6 だったわ。なんで俺こっち打ったん、アホ。 A4 打たれたら A3 仕向けでよかったから。あー、俺ミスった。これ D にあるやんか。やらかした。やっちまった。あー、マジでやった。どうしようこれ。あー、でかい。よしよしよし、これバハムト一択っすね。あ、でもこれコンボ強いし、ムケリーじゃないわ。なんだっけお前、お前なんだっけ、バビナか。ランタ引け、ランタランタランタ。いや、引かないか。いや、これどうしよっかな。バハ打てるけど、F2 守護はさすがに弱いか。ここでやるべきは、左ウェックス打って C に打たして守護 C1 かシェムケリー張ってって感じになるかな。D2 だと普通にビナコンボ打たれて終わるから、こっちだな。こっちで重くそ軽く出して捕食入れて、相手エンデが切ってるんでそこにつける形にしましょう。 OK、 捕食強い。で A3 打つと相手目線だとビナ切った状態でハイコンボ受けにくいはず。あ、右下 X あるな。あ、ダメか。右下 X もあるな。これダメだな。どっちに転んでもきついな。これ右下 X 打ってきてシェムケリー張って耐えるかどうかの。あ、 OK、 右下 X 来ない。これシェム張ってワンチ耐えれるぞ。はい、ワンチ耐え、いや、シェムでいいよね。多分シェムでいい。多分シェムでいいんだけど。待って、右下 X まだ見てなかった。ああ、いやでもこれどっちみちシェムロードコンボで次飛ばすしかないから関係ねえわ。あれ、右下 X 打ってきて耐えたらハイコンボ繋がるから相手目線だとやや打ちにくいか。まあ、飛ばせるんだったら打つだろうけど。どうだろうな。エンデが切ってるからバイス持ってて。で、これは相手のキャラクターも取ってビラのコンボ弱くするってところで、こっちでいいか、やっぱ。こっちでいいな。こっちでいいと思う。いや、これ際どい。で、どこからいるもんな。シェムキリ頑張れ。よし。よし、耐えろ。いや、耐えて、ここ。はい。こうが使えねえ。終わったー。くそー。火力足らねえ。終わったよな。E6 守護打つしかないか。あー、終わったー。くそー。ミサト意味ないよね。ミサトだったら耐えれてないよね、今の多分。あー、うん、そうね。いやー、くっそ。いやー、これ F5 ターンが良かったかなー。 D6 打って、どっちみちどうせ空いてくれたから関係ねえんだよな。バハ打ったのはあれだったから。いや、こういうとこだよなー。リリープでも、リリープだじゃなかったら今ので死んでた説はある。捕食ないから死んでたよね。飛ばせなかった原因も
リリープにあるけど、耐えられたっていう事実もリリープにあるっていう。いやでもそれは無理だわ今の。だってエンデがこのデッキ入ってなくてバハムートあれで、いやエンデが入れるべきなんかな。なんかフィニッシュ力めちゃめちゃ低いな。エンデがちょっとね微妙かなって思って入れなかったんだよな。アタック下がってるのを考えて入れるべきなんかな。でもケツ入ってるもんね、入れてもいいな。あーいや悩んだわ。でもうーんどっちみちだよな、悩んだけど。はい、さあ相手はメルベスね。頼むケツ、ケツ、あーケツ引かねえ。まあ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 、初っ端から自分の目当ての駒が引ける確率は 20% しかない。前向きに行こう。ハイ引いてるのはいいっすね。まあミサトから行くか。はい、完食、食べます、いただきます、美味しいです。ケツ引け、ガチでケツ引け、頼む。もうあいつほんと早めに引かんと弱い。ケツ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 、ほい、頼むぞ。ああ、まあまあね、悪くねえよ。まあまあまあ、一回跳ねて、まだ間に合う。まだここで引いてくれたら間に合うよ。これ C6、バンシーとかやだよ。ハデスもやだ。まあ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 、なんとかなる。大丈夫です。どうしよっかな。引き見てから考えるか。いや、なんとも言えねえ。なんとも言えにーけど X 打った方がいいでしょう。でちなみにこれロック打たれてあれされたらきついですね。ランタン引かれたらきつい。あとコンボ封印もきつい。 OK、 この日来ない。でここはハエでいいね。リリティエ残しでいいか。守護のコンボちょっと気になるけど、うん、チョッパー引く、まあ、コンボ強いからハエ打ってあげて、よいしょ、よいしょ。で、これで捕食もある程度入る。いいね、これおまんま入るね。よしよしよし。デバフうざいけど、まだなんとかなるよ。で、英語から来た場合、右上罠なんかも打てるね。どうする？で、角来た場合は、あー、回収されちゃったか。これ回収されなかったら D6 当ても考えたんですけど、回収されちゃうと。やだな。右上罠打つのが良さそうに見えるね。右穴打ったら守護のコンボに対して反応するし、相手目線ハエが怖いから英語打ってきたら C1 って感じになるから、右穴で良さそう。 OK、 いやこれいいぞ、これいいぞ、めっちゃいい、めっちゃいい。相手結構攻めあぐれてる。この罠で相手攻めにくいでしょ絶対。いやこれめっちゃいいな、これめっちゃいい罠。あーうまい、それうまいけどまだ耐えれるんじゃないかな。 A4 守護打ってロック打たれたらチョップで勝てないから。いや守護でいいよねこれ。さすがに鳥はさすがにないな。鳥はじゃなくてやるなら A4 か、あ A3 の方がいいか。 A3 だったらレニアド起動しない。 OK でよしよしよし、いける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 。マンドラ怖え、マンドラマジで怖い。これここケツ引いたら強かったのにな。なんでここでケツ来ないんだあいつは。これケツ引いたらクソ強かったぞ。あ、ちょっと待って、今、フリーズした、ちょっと。うわーお、ここに来て。いや、でも、これ、あと一旦、猶予が生まれた。ある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 。あー。いや、これ考えよう。レニアードだとしたら負ける可能性あるのかな。これ、2枚でさ、結構削れて。あの、レニアードでも、あー、いや、あれか。守護のコンボあるから。いや、こうか。これでいいと思う、多分。で、次で飛ばす。6打たれても2手で耐える可能性残る。OK、サタン。あぶねえ。あぶねえ。マジ怖い。ケツいかねえ。はい。あぶねえ。よかった。なんか知らんけど、勝った。よかったよかった、ちゃんとアタッカー待ってくれたな。これよし、まあ、C2 美味しかったな。コロナのコンボでね、ハイ打ってたのでかったですね。あれでかった。
よし、素晴らしい。もうここ往復してね。何このデッキ。往復デッキなんですけど。頼む、ケツ。はよ、引け。引いてくれ。水飲もう。お、指パキパキなってる。ミッキーダイマン。パキパキマンです、私。やべえ、俺、昼飯来なきゃいけない。今日ジムあるのに。あと10分、20分ぐらい、このデッキで潜ってみるか。頼む！ふっ！あー、ヌラか。勝てるかな。さっきヌラに負けたから勝ちたい。お、ここはまあいいんじゃない？はい。いや、手駒も強いね。強いけど。どうだ？あー、おいしい。それ打とうと思ってました。今打とうと思ってました。シンパシー、俺とヌラリーのシンパシーを今感じた。ちょうど打とうと思ってました。いや、ちょうど打とうと思ってたんだよね。こんなことってあるよね。思ってたことが相手にもちゃんと伝わってて、以心伝心。いいね、ありがとうルキア、感謝するよ。サンキューな。夏ブラ来そうだな。引き見てから。ケツ！ガチか。ちょっと、これはね、見えた。見えました。これね、わかった。ブラ打つやん。で、X 配打つやん。トラスでケツ。見えた。見えた、見えた、見えた、見えた。見えた。方程式。これ方程式です。もう相手ロック切ってるから。あとバフの時だけ。見えた、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 見えた。完全に見えた。あ、ブラトップ引きか。まあ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 、まあ。これ X 配いきます。で、これでビビらせる。頼む。まあいいや、まあいいや、まあこの坂間。え、これハイです、ここハイです、ハイです。これハイです。で、取れ。それがイオンでもいい。これね、夏場の召喚入るから、ケツのコンボクソ強い。グノーとか持ってなければいける。イオン打たれてから、カドグノーとかなければ。よし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 、これで、ケツ。よしよし、アタック引いてる。で、あとバウンド。見えた。見えました、皆さん。お待たせしました。ケツアルコアトルの大活躍の時間です。いつショータイム？OK、あの発動しないのか。特殊って考えましょう、一旦。で、レニアードでもないから、そうだね。で、え、これ絶対やばいでしょ、相手。これだって B さん打ってもハイのコンボあるよ。OK、これ。これが入れてかった。よし。待って、ここ、冷静に考えます。罠張りでいいよね。バハ引きてー、マジで。バハめっちゃ行きたい。これ B1、ビナとか来たらだるいんだよ。バハ引きたい。ああ、効果忍法中。で、まだあと一旦効果は使えるはずだから、罠張りでいい。で、これコンボスキルめっちゃ強い。2.8 倍めっちゃ強い。あるある。頼む。これマイティとかやばかったりする、自分に。ビナ来る。いや、でもビナ来ても2で耐えれるでしょ、これ。で、ビナのカットは強いけど、ちょっと待てよ。ここです。ここ。はい。バハ来ねえか。でもこれ、効果ここで打たなきゃやばいか。これ、効果からコンで飛ばせるかな。いや、俺 2.8 倍信じるぞ。信じる。とんでもない火力。カットが。OK! ビナの上からこの火力。で、次、コロンで終わらせる。で、ビナコンも耐えれるでしょ、さすがに。次、コロンで終わらせる。相手ロック来たよね。もういいよ、それ取っていいよ。ホーリー、いやでもこれはコロネで飛ばせる。待って、ホーリーどんぐらい ?1500? 意外と回復するけど。待って、いけるかな ?3400 の。あ、いけるか。危ねえ。いけ。よし。よし。いけるよね。いけるよね。危ねえ。よし。ナイスケツ。ナイス。2.8 強い。ナイス。危ねえ。でもこれ、皆さん、やりたいことできた。来た。これっす、皆さん。ビナの上から6500です。これです。ビナの上から6500、やば。ナイス、2.8 倍なんすよ。ナイス。けど 2.8 倍ってことはさ、コンボが 1.4 倍まで持ってかれてるってことだもんな。ビナ、えぐいな、そう考えたら。ビナ、えぐ。コンボ 1.4 倍まで持ってかれてるもんな。恐ろしいわ。まあ、実質ね。うん。さあ、貸せ。ミサトシ。ミサトポーリュ。ミサトっとこうか。
路面商店ベレベレでしょ。100%返ししとこうぜ。よし。いや、今のは気持ちよかったな。今のは最強のケツでした。ちょっとホーリービビったけど、リリープね、やっぱ火力低いから、あそこでホーリー来た時にちょっと不安が残るの怖えな。飛ばせたからいいけど。はい、ちょっとね、やっぱ来るとドキッとするね、いい意味で。罠張るかケツだな。守護残すのはぶっちゃけありなんだよね。まだ守護ツアー、ケツが場面に出るってことは守護のコンボが2倍出ない可能性が出てくるから、だったらケツもう守護先に出しとこうか。ただね、守護出すと1個不安があって、ロックされて乱体引いてるときに乱体出る可能性があるんですよ。これ乱体下なんで、はいはいはい。でこれケツ出す。で、はい、よしよし、これね、優秀ですね。で、まあこれ間違いないじゃん。ケツ意外と当たったかいね、素晴らしい。 OK、 間違いないね、間違いない、間違いない。で、あと乱体引いてくれたらロック耐性と尺、今コロネが控えてるんで、エク作る。罠か。ここ悩むんよね。ここマジでベリーインポータント場面。あ、ディーゴっすね、これ。つなぎもできるけど、ディーゴいきます。お、ポリプスなんだ。まあ、F4 がベノムヒールだからね。あと、C6 がこいつってこと考えるとこっちでいい気がするけど。ちなみにこれ A3 ハデスとか来たらやばい。だから B、でもね、それはね、B 中ってもう一緒だから。熱いこれ。これ守護コンボコロネでいいじゃん。このロッククソ熱い。え、守護コンボコロネでいいよな、これ。そうだよね。はい。よし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 。OK。これ、マゴマ、お前自身がマゴマになることだ。おら。で、捕食は ?1600 ぐらい。素晴らしい。来てる来てる来てる。いいぞ、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 どうだ、罠。あ、ただこれどう飛ばせる。 1.6 倍かかるか。 1.92 倍、4000の 1.92 倍で。待って、4000のいくの、いや、ギリ際どいな、これ。ここでコウが打たないとないから、いや、これちょっと際どいから一回逃げるか。ちょっと際どいな、ちょっとわからんな。うん、多分 1.92 だからギリ飛ばせない気はしたかな、今。ああ、外しないんだ、熱っ。え、待って、4460で、4000の 1.92 倍だから、際どいと思うんだよな。多分ね、無理だと思う、今の。8000超えてるもんね、相手の HP。無理な気がした。マンドラ来ても2手耐えれるかな。悩んでるね。まあ、マンドラ持ってたら先撃つ、それか、今のタイミングで。ダメか。これバハムートいたらとんでもないから出てるんじゃない。いいね、やっぱケツ序盤引いたらクソ強いね。はい、引かないか。まあ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 、ここでユエ挟んですよ。これさ、ちょっとあえてこっち打つわ。これさっきのでこれで飛んでたかどうか大体精査があってた。あ、つかなかったね。やっぱ飛んでないの合ってるわ、よかった。よしよしよし。なんかあんま自分の計算に最近自信持てなくなってるんだよ。まあ、なんとなくね、飛ばないっていう感じはしたんだけど、本当に合ってるかどうかっていう、なんか心の怖さみたいなのがちょっと垣間見えるっていうか、うん。はい。まあ、さっきの飛んでなかったからあれは打たなくてよかったね。まあ本当はみんね、A2 とか打ってちょっとどんな感じだったのか見たかったとこあるけど、ちょっと今確認したかったから FO 行きたわ。まあまあまあいいでしょ。でしたろ。OK、勝ってる勝ってる勝ってる。ケツアルコアトル強え。最高だぜ、ケツアルコアトル。あ、待って、バッテリーやばい。これ通信切れない、大丈夫。ちょっと今予想見せたよ。はい、エルロージュ。ほーんほーんほーん、またんかな。お、チョッパー、エルロ怖いな。あ、まあ、ただ早めに火力出してくれるんで捕食のしがいはある。 OK、 鬼初手、鬼いきます。鬼よいしょ。鬼火力火力入れて、で罠張りして、
ケツ引いたらケツ打ってもいいけど。頼む。ランタン引かないでほしい。ランタン以外だったらもう何でもいい。あぶねえ。よし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 。これは2枚打つかどうかよね。押し犬から引っていいっすか。リリティエか、ケツ引いたら変置きできる。夏ブラもある。だからここは C2 から行くわ。で、トップで引いた駒から行ったよね。だるーだるーだるー。まあでもこのタイミングで打たれるのはまだいいかな。まあ夏ブラ打つか。HP 的に入って、あ、そうか、アンチイーノ持ってるからまたんで。まあ、チクッとくるけど。まあいいでしょ。これぐらいチクッと、チクッチクッチクッっていうね。ちょっと痛めの注射みたいなもんなんでね。で、いやー、それはもうチクッとどころじゃないね。ぶっとい。その注射針、太すぎ。けってなんだ。け、あ、ちょ、これ、考えます。これさ、右下 X 打って D6 ケツ打ちたいんだけど、ダメかな。いや、ありでしょ、どう見ても。右下 X 打つ、これ。D6 ケツ狙います。あ、ミサトでもよかったな。ミサトでよかったな。俺、C1 に対してのダメージ 10% 減ってんな。あー、これミサトでよかったな。あー、まあいいか。ロック打たれず。うん。なるものよ。これ D6 ケツ生きてー。いや、サタン怖い。いや、でも。いや、これ D6 ケツでしょ。もうサタン考える場面じゃねえだろ、どう見ても。頼む。怖え。これ召喚したことによってサタンがやばい。やめろ。いやでも意外と回復してるからサタン以外大丈夫じゃん。いやサタンもワンチャン耐えられたりしないからこれ。頼む。で、6-1番切ったじゃん。来た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 。これいけるいける。バーマンと倒せる。ねえ、2-8番。いけるんじゃない。せいや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 。ふっふっふっ。最強マジで。ナイスー。誰が想像したこのコラボ。やばいって。悟空とピッコロが手組んでラディッツと戦うみたいな、そんな少年漫画の王道展開みたいな。ああ、もうちょっと今日ここで俺はケザルコーダー大活躍したね。よっしゃ。こんな活躍さできると思わなかった。よっしゃよし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 。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。ということで、皆さんケザルコーダーコンボ同戦組みましょう。相手は死にます。ケツのコンボが、そう、頑張って、このケツの穴を、コンボをつなげてください。ケツで結合すれば、相手は死にます。はい、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。